こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、知ってる？テレビでやってたんだけど、世界には青い血を持つ生き物がいるんだって。ああ、イカやタコ、エビなど、海の生き物に多いらしいな。なんだ、知ってたのか。血が青いなんて、そんなモンスターみたいな生き物が身近にいるって、私は全然知らなかったわ。確かにモンスターみたいだが、とても面白いよな。私たちにとって血は赤いものだというのが常識だから、血が青いというのはそれだけでも神秘的で興味をそそられる。だが中でも特に興味深いのは、やっぱりカブトガニの青い血だな。カブトガニって、聞いたことはあるような気がするけど、なんだっけ？カブトムシみたいなカニ？カブトムシのような角が生えたカニがいたら面白いだろうが、残念、全然違うぜ。それじゃあ今回は、カブトガニのすごい生態について解説していこうか。霊夢のように、名前を聞いてもピンとこない人も多いかもしれないが、実はこのカブトガニ、人類を陰ながら支えているすごい存在なんだぜ。え、どういうこと？私もカブトガニに助けられてるかもしれないの？それなのに知らないなんて、なんだか申し訳ないわ。ねえマリサ、カブトガニについてもっと詳しく教えて。わかったわかった。それじゃあ早速始めていくぜ。そもそもカブトガニとは何かという話からしようか。カブトガニというのは、胸郭やモンカブトガニ目に分類される節足動物の総称。ただ日本で単にカブトガニという時には、そのうちのカブトガニかカブトガニ目に属する一種類を指すことも多いぜ。カブトガニっていう生物のグループがあって、その中の一種類もカブトガニって呼ばれてるのね。犬って犬種の犬がいるみたいでちょっとややこしいけど。カブトガニの特徴は、なんといっても背中全体を覆う大きな甲羅と、鋭くトゲのように伸びた尾だな。驚くべきことに、カブトガニは約4億5000万年前からほとんど姿を変えずに生き残ってきたと言われていて、生きている化石とも呼ばれているんだ。4億5000万年。写真を見て、なんとなく古代生物っぽい見た目だなとは思ってたけど、まさかそんなに昔からいるなんて。おお、古代生物っぽいと思っていたのか。だって、私たちが知ってる他の生物とは体の作りが違うように見えるもの。水族館や料理の席でよく見るカニとも全然違うし。ああ、それはそうだな。言ってなかったが、実はカブトガニは名前にカニとついているものの、甲殻類のカニとは全く別の胸郭類。節足動物なのは同じだが、どちらかというと、クモやサソリに近い生物だと言われているんだ。なんだ、カニじゃなかったのね。道理でハサミがないと思った。いや、それがそうでもなくて、実はカブトガニも足はハサミ状になっているんだ。カニなのかカニじゃないのかどっちなのよ。全くもって紛らわしいよな。ただ、分類上はカニとは違う生物だということだけ覚えておいてくれ。また、メスの足はすべてハサミ状だが、オスの第一脚と第二脚は甲状になっていて、繁殖期にはその足でメスの体を後ろから捕まえ、繋がって行動している姿が見られるぜ。オスがメスを掴む力はとても強く、なかなか離れないそうだ。へえ、こんな形の生き物が繋がって泳いでるなんて、面白いわね。それにメスをしっかり掴んで離さないなんて、ちょっとロマンチックかも。ちなみに繁殖期以外でもオスはメスにくっついていることがあるようだ。中にはメスと間違えてオスのカブトガニにくっついたり、それどころか全く別の大型魚類やウミガメにまでくっつくうっかりさんもいるらしい。間違えてくっついた際にもその捕獲力は極めて強く、なかなか離れてくれないそうだぜ。あ、それは普通に迷惑。そんなカブトガニが生息しているのは、干潟や泥の溜まった海底などだ。一日の9割は休んでいるというマイペースな生物だが、動いていない時間が長くても、その体型から泥の中に沈んでしまうことはない。ちなみに主な餌はゴカイなどの小動物だな。ゴカイって確か、ミミズみたいな細長い生き物よね。釣りの餌にもよく使われる。その通り。ちなみにカブトガニは世界に4種類が確認されていて、海外では東アジアや東南アジア、北アメリカなどがその生息地だ。北アメリカにはアメリカカブトガニ、東南アジアの方にはマルオカブトガニと南カブトガニが分布しているぜ。さっき言ってた、ただのカブトガニは？お、よく覚えていたな。日本でカブトガニと呼ばれている種類は、古くから瀬戸内海や九州北部の沿岸部に分布していたものだ。とはいえ、特に何の役にも立たず、その上図体が大きくて漁の網を破ったりしたことから、地元の人には嫌われていたみたいだけどな。そうなんだ。って、あれ、おかしいな。今回の解説って、カブトガニが人類の役に立つって話じゃなかったっけ？面白い生態なのは分かったけど今のところただの邪魔者。まあまあ、そう焦るな。カブトガニのすごいところは、ここからじっくり見ていくぜ。漁師さんたちにとっては網を破る邪魔者だったカブトガニだが、全く人間の役に立ってこなかったわけでもないんだ。
例えばカブトガニは畑の肥料や釣りの餌、家畜の飼料としても利用されてきたんだぜ。姿も生態も面白い生物なのに、なんか超普通な使い道ね。ありがたみがないっていうか。まあ、所詮は邪魔者扱いされていた生き物だし、価値もあまり知られていなかったみたいだからな。食べてみようとした人はいなかったのかしら。こんなに面白い生物だし、一応名前にカニもついているんだもの。食べようと思った人がいても、おかしくないような気がするんだけど。実際、中国やタイ、マレーシアなどの東南アジアの一部の地域では、食用にされることもあるみたいだぜ。特に卵を持ったメスのカブトガニが食べられることが多いらしい。なんだ、やっぱり食べられるのね。しかしカブトガニには食べられる身がほとんどなく、しかも毒が含まれていることもあるから注意が必要だぜ。卵はプチプチとした食感が楽しく、好んで食べる人もいるみたいだが、あまり美味しくないという話をよく聞くな。まあ、さっきも言ったように、カニとついているとはいえクモやサソリの仲間に近い生き物だ。味はカニとはほど遠い。ちょっと気になってたけど、今のを聞いて食べる気がうせたわ。まあ、これはあくまでも現地でカブトガニを食べた日本人の感想だから、現地の人たちは美味しく食べているのかもしれない。ちなみに日本でも昔は一部の地域で食用にされたこともあったみたいだが、それも美味しくなかったらしいな。ねえ、カブトガニ、やっぱりただの邪魔者っていうか、あんまり好かれてなくない？カブトガニが私たち人間の役に立ってるって話はどこ行っちゃったの？食用にされていたというのはまだまだ序の口だぜ。カブトガニの利用価値は、なんといってもその青市だ。次はカブトガニの青市の凄さについて解説していくぜ。やっと青市の話ね。だけど、そもそもどうしてカブトガニの血は青いのかしら？私たち人間や動物の血が赤いのは、ヘモグロビンという物質が含まれているからだ。これは赤血球に含まれるタンパク質で、全身に酸素を運ぶ働きを持っている。それがカブトガニなどの場合はヘモシアニンという別の物質なんだ。カブトガニの血は酸素と結びついていない時には乳白色をしているが、酸素に触れるとこのヘモシアニンが反応して青くなる。へえ、そうなんだ。でも、血が青いからどうしたの？確かに珍しいけど、それだけじゃ私たちの生活の役に立たないよね。実はカブトガニのこの血は、医療の分野でとても重宝されているんだ。アメリカの東海岸では毎年およそ50万匹のアメリカカブトガニが捕獲され、心臓から血を採取されている。そうして得られた血には非常に高値がつけられ、取引されるそうだ。それはすごい。でも、どうしてそこまでしてカブトガニの血が欲しいの？当然の疑問だよな。実はカブトガニの血には、エンドトキシンに反応して固まるという面白い性質があるんだ。エンドトキシンというのは、日本語ではない毒素とも呼ばれている、細胞内に含まれる毒素のこと。このエンドトキシンが医薬品や医療機器に付着していると、人の体に入って発熱や敗血症性ショックを引き起こすことがあるんだ。つまり、医療に使う道具についていると危険な毒ってこと？カブトガニの血を使えば、それを見つけられるの？その通りだぜ。1956年、アメリカのフレッド・バングという研究者がその性質に気づき、カブトガニの血を使って、医薬品の汚染を検査する物質の開発が始まった。そうして発明されたのがライゼート試薬、またの名をLALだ。この試薬を使えば、ワクチンや注射器、人工股関節といった医療機器がエンドトキシンで汚染されていないかどうか簡単に調べることができる。カブトガニの血はこのエンドトキシンを検出できる唯一の天然資源と言われていて、世界中の製薬会社がカブトガニの血を必要としているんだぜ。医療の現場で使われる道具は、どこの国でも清潔でなくてはいけないものね。それにしても、まさかカブトガニの血にそんなすごい役割があったなんて。邪魔者扱いされて、日本じゃ家畜の餌くらいにしかならないと思われていたのに。確かに、そう考えると大躍進だな。ライセイト試薬が開発されて以来、カブトガニはこうして人類の健康を支えてきたんだ。他にも水質や食べ物が汚染されていないかどうか調べたり、エイズウイルスの繁殖を抑制したりするのにも、カブトガニの血は重宝されているんだぜ。そんなことまでできちゃうの？カブトガニ、もう私たち人間の生活になくてはならない存在になってるじゃん。もう呼び捨てするのも恐れ多くなってきたわ。カブトガニさん、どうか今までの非礼をお許しください。別に呼び捨てにしたところで、カブトガニは怒らないと思うけどな。ねえ、ところでちょっと気になったんだけど、医療のためとはいえカブトガニさんの血を抜いちゃって大丈夫なの？人間の健康のためにカブトガニが犠牲になっていいとは思えないんだけど。確かに霊夢の言う通りだな。実はその辺の事情は血液を採取する際にも位置を考慮されていて、カブトガニから抜き取る血の量は体内の血液量の 30% までと決められているんだ。また、血を採取された後、カブトガニは海へと返されることになっているぜ。ああ、そうなんだ。それはよかった。
って、いやいや、安心していいのかしら、それ。体内の血液の 30% って結構な量だし、貧血フラフラ状態のカブトガニさんをそのまま海に返して大丈夫なの？問題はそこなんだよな。実は、あんまり大丈夫じゃないらしい。やっぱり。採血後に海に戻されたカブトガニは数ヶ月程度で元の状態に回復するし、その過程で死んでしまう個体もわずか 3% ほどだと考えられてきた。つまり、来世と試薬の生産は生態系に大きな影響を与えない、持続可能なものだと思われていたんだ。アメリカカブトガニは東海岸に有り余るほど生息していたみたいだしな。しかし、2000年代に入ると状況が変わってきた。カブトガニの生息数が目に見えて減り始めたんだ。それは、試薬を作るために血を取ったせいだったの？地球温暖化や生息地の減少など様々な理由が絡んでいるが、来世と試薬を作るための採血も大きな原因の一つだったみたいだな。2010年の調査では、採血後のカブトガニの最大約 30% が死んでいるという結果も出た。これは予想値の 3% の10倍だ。霊夢が言ったように、貧血フラフラの弱った状態で海に返されても、それまでと同じように生きるのは難しかったのかもしれないな。カブトガニの卵を餌とする魚や渡り鳥などにも影響して、海の生態系全体を変化させることになってしまうんだ。大問題じゃない。じゃあこれからは、来世と試薬を作る量を減らしていかなきゃならないの？そうだな。しかしさっきも言ったように、カブトガニの血はエンドトキシンを検出できる自然界唯一の物質。そう簡単には代わりを見つけられないんだ。代替品となる薬の開発も進んではいるが、安全性が証明できないといった理由で代替品として認められていない。すぐに解決するのが難しい問題なんだぜ。貴重な物質だからこそ、すぐには代わりが見つからないのね。早く代わりになる人工の薬が開発されればいいのに。そうだな。人間もカブトガニも元気に共存できる方法が見つかることを祈っているぜ。カブトガニの数は減っているが、人間もただ黙ってそれを見ているわけではないんだぜ。実はアメリカだけでなく、日本でもカブトガニの数は減少している。そしてカブトガニを保護するための活動も行われているんだ。え、ちょっと待って。試薬を作るために血を取られてたのはアメリカカブトガニさんの話で、日本ではカブトガニさんはただの邪魔者じゃなかったっけ？それなのに数が減ってるの？日本のカブトガニが減少している主な原因は、殺処分と住処の減少だ。かつては日本にも多くのカブトガニが生息していたが、漁の網を破ったりと邪魔だったことから嫌われて処分されてきた。また、開発によって繁殖地である干潟も減少。日本では絶滅危惧種に指定されるまでになったんだ。昔はたくさんいすぎて邪魔なくらいだったのに、人間の活動のせいで絶滅が心配されるほどにまで数が減ってしまったのね。ああ、しかしさっきも言ったように、人間もただカブトガニが絶滅するのを見ているわけではないんだぜ。例えばカブトガニが多く生息していた岡山県笠岡市や佐賀県伊万里市の繁殖地は国の天然記念物に指定されているし、愛媛県西条市の繁殖地も県の天然記念物に指定されている。邪魔者扱いされていたとはいえ、生きている化石とも呼ばれる貴重な生物だからな。絶滅しないように保護しようという動きもちゃんとあるんだ。カブトガニさんの保護って、具体的にはどんなことをやってるの？みんなでカブトガニさんを崇めたて祭るとか？そんなことされても別にカブトガニは嬉しくないだろ。保護活動としては、例えば岡山県笠岡市では、カブトガニとその住処である干潟の保護を同時に行っているぜ。カブトガニが繁殖する場所での潮干狩りを禁止したり、海辺を掃除したりすることで、干潟にかかる負荷を減らそうという取り組みだ。また、カブトガニの人工飼育も行われていて、その甲斐あって笠岡市のカブトガニの個体数は少しずつ増えてきているそうだ。カブトガニさん、日本でもやっと大事にされるようになってきたのね。よかった。しかしカブトガニはまだまだ保護が必要な段階で、そのための資金なども足りていないのが現状らしい。アメリカでも来世と試薬の製造会社が同じようにカブトガニを卵から育てたり、代替品となる薬を開発したりしているみたいだが、一度減ってしまった生物の数はそう簡単には戻らない。まだまだ努力が必要なんだぜ。そうなのね。私もカブトガニさんのためにできること、何かないかしら。あ、そうだ、カブトガニさんせんべいを作って売りまくるのはどう？売り上げをカブトガニさん保護のための資金に回すの。そうか。まあ、小さな努力とはいえ無駄ではないと思うぜ。だけど、本気か？そうね。料理は苦手だからマリサに任せようと思うわ。私は横で応援してる。思いっきり他人任せじゃないか。何かやろうという姿勢はいいが、ちゃんと自分でできることを考えてくれ。わかった。じゃあせんべい作りは無理だから、やっぱり都内に巨大なカブトガニさん水族館を作るわ。
それで訪れたお客さんにカブトガニさんのことを知ってもらって。だから自分の力でできることにしてくれよ。さて、今回はこの辺で終わりにしようと思うぜ。カブトガニのすごい生態について解説してきたけど、どうだった？カブトガニさんを呼び捨てできなくなったわ。どうやらそのようだな。名前を聞いてもピンとこないようなマイナー生物だったけど、私たち人間の生活になくてはならない存在だって分かって驚いたわ。邪魔者扱いも無理な採血もしないで、これからはもっとカブトガニさんのことを考えた生活ができるといいわね。そうだな。邪魔だからといって処分するのも、利用できると分かって利用しすぎるのも良くない。私たちもカブトガニとの関わり方について、しっかり考えていかないといけないな。いいこと言ったわ、マリサ。そうそう、自分の都合で接し方を変えてはいけないと思うの。だからマリサも私にもっと優しくしてみるっていうのはどうかしら。たまに私のこと邪魔そうにするけど、もっと私の価値を理解して褒めたたえてくれてもいいのよ。さて、この動画が面白いと思った人は、ぜひ高評価とチャンネル登録をしてくれると嬉しいぜ。みんなのコメントも楽しみに待っているぞ。ちょっと、なんで無視するの？そういうところを直そうって言ってるのに。わかったわかった。霊夢の自己肯定感がめちゃくちゃ高いことはよくわかったから。なんか納得いかないけど、まあ、いっか。私は自分のこともカブトガニさんのことも大好きよ。最後までご視聴ありがとうございました。